寝てますね。これは、なんか、赤ちゃんの頭の上に置く、なんかこう、おもちゃみたいなやつですね。寝起きが良すぎるんだよね。ワンちゃん？おお、ワンちゃんですね。これ、追いかけるパターンですね、きっと。行きましょうか。ワンちゃん飼ってるのかな、実際にきっと。 後ろにあるの風車みたいな感じですかね。なんか釣られましたね。おっと、近づけない。ああ、こっち行けないのか？ここの風車でなんかするのかな？風の力で飛ばす的な。 なんかちょっと雨雲来ましたね。雨雲なんかするのか？あ、これで移動できるのか。ちょっと真上にやってみますか。どう？何も変化ない？ 何も変化ない。なで。 この棒取れないしな。なんだなんだ？あ、雷！通電させる？おう！あ、で、雨降らせると。恵みの雨ですね、これは。え、これでどうなの？雨降らせてみましたが、特に落ちないですね。なんかいた。ちょっと待って、ちょっと待って、行き過ぎちゃった。 なんかいた。 なんかいますね、これ。ちょっと待って、すごい微調整微調整。 なんかでっかい人いる。話してください。ああ、こいつが持ってるのか。話せ。 どうすればいいんだろう。あ、雷？バシーン。もう一回行こう。もう一回行こう。なんか、顔の中になんかいますね。ちょっとなんか雷を当てたことによってガチ切りしてますね、これは。 あ、いっぱいいた。 雷痛かったですか？すいません。 ごめん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 。 よくこの子もこいつの歯取ろうと思うな。 抜いちゃい抜いちゃい。あ、通電してる？あ、なんか、檻に囚われちゃったんですかね、あのでっかい人が。やったー、再会できたー、やったー。 結果オーライですね。あ、これなんか、思い出的な？取ってこーい。これなんか髪の毛あるから、ちょっと成長したのかな？なんかあの子ハゲてましたよね。 あ、リンゴのお化け来ました。してますね。 なんだ？ まあいっか。後ろの人、見てる見てる。 じゃあねー。 で、再開して、やったーと。 なんかね、結構抽象的な、ふわっとしたゲームだから、法則性見つけるの大変ですよね。瞬間移動しましたね。ワープ装置でしょうか？なんか、ひょこって出ましたね。取れるかな？ひょこ、キャッチ、もう一回もう一回。もう一回、ちょっと待って、難しい。キャッチ。なんか出てきた。よいしょ。
ああ、かぼちゃかな。ハロウィン的な。出てきた。うさぎ？なんかちょっとひび入りましたね、かぼちゃに。もうちょい揺らした方がいいかな。これを割ろうとしてんですかね。何でワンちゃんも一緒に乗っかっ。びっくりした。なんか今、よくわかんない人からパーティーに誘われた音でしたね。びっくりしましたね。ゲーム外からも攻撃を仕掛けてくるとはなかなかやりますね。で、これなんかピノキオ的な。壊れた！やったー！1、2、3ってなってるから、この通りに動かすんですかね。1と。2、もう一回。2、効率悪くない？これ これで歩くの効率悪くない？ ちょっと、頑張れ頑張れ。1、ね、2、おっそ おっそ さあ、壊れちゃった。これは特になんもないか。で、1、はいはい、2、重いんですよ。はい、グイーッと。さあ、いつまでやればいいの？お、速くなった！速くなった！やった！よいしょ。やっぱね、仕事もね、慣れると効率を求めますからね。あれ、いっぱいいる、いっぱいいるし、あいつら自力で走って、お前も自力で走れるんかい？ よしよし。なんだろう、レース的な。 なんで私にこう、アップロバケ。 なんで私に1、2、3させたんだ。 どこまで行くんでしょうか。 でもなんかこのよくわかんない生き物、なんとなく可愛いから好きだな。 最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画どうでした？楽しんでもらえましたか？私は楽しかったです。チャンネル登録まだの方はポチッとワンクリックお願いします。コメント高評価などあれば嬉しいです。あとジャンル問わず面白いゲームあれば教えてください。それではまた次回の動画で会おうね。バイバーイ。